ちゃん。なんとかしとって泣かぞ。今じゃない。ちょっと逃がさねえし、マジなんなの、そこのお兄さん。ちょっと、
くぜ。とりゃ。はい。はい。行くぜ。とりゃ。はい。はい。ん？はい。
くぜ。トリア。はい。だって見逃しちゃこれはいえ、
たぞ。ビビったか。ボコボコにしてやるよ。後悔しろ。私は豚です。
いらっしゃいませ。一人だ。聞いてください、バカみたい、バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、お前を
벤초다. 땡큐. 心からの思い。そばにいるのがファイオレじゃない。グッバイ。ソーリー。壊れそうなマイマイ。俺を嘲笑うように輝くリーグ彩る祝福の鐘の音はまるで放課後のチャイムみたいに響いた次回の口づけ鳴り止むことない拍手その中で僕
むちゃなメイキスマイル。俺も涙もしょっぱハッピーセンキュー心からの願い。そばにいるのがファイ俺じゃない。グッバイソーリー壊れそうなマイマイ。I never forget you 一生忘れない。君へのラブとこの胸のペイン思い告げらない。止めるすべもない。俺をあざ笑うように輝くリー。延長だ。
とうございました。いや、いや、あ、よく、それじゃ、ジムのお昼、わかる。
位置を直します。到着しました。はい。うん？はい。はい。
デビルキラーってのはその程度か。ナイスマン。デビルキラーってのはその程度か。口だけだな。ナイスマン。このままじゃまずい。全開！いいレースだったぜ。何？おい！いや。ここ。つい。おい。やつら。そう。だが昔は走りを追求するストイックな集団。そうなんだが、奴らは狙った獲物、レースバトル。それなんだが、ウンちゃんには勝負を受けてほしいんだ。なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが。奴らにとっては速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても奴らを実質的に潰すにはレースバトルで固定だが、我々警察が奴らと一緒に、だから俺ら、それがあんたは EU で思ってる。あん、頼む。しかしあいつらはここ数ヶ月で、最初はあいつらも家族連れ、老人、タクシー運転手。ああ。うんちゃん、頼む。ええ。はい。さあ。付き合ってくれてありがとう。はい。ああ、そうそう、申し遅れた。キリュウ、あんたのレースバトルを邪魔しないように警察には俺から言ってよ。ただいま。ああ、鈴木さん。いえ。デビルキラー。ええ、レースバトル。それで勝ちました。え、ええ、そしてレースバトルで倒すことが。そう、鈴木さん、事情は分かった。社長、迷惑だなんてそげんことなかよ。
悪かとは。社長。もしまだ仕事ばしたかとやったら。わかります。それじゃ。テレビとかに。すみません。ですよね。テレビとかに、なるべく雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。おいしい店。わかりました。よろしくね。ここです。へえ、水炊きのさ。え？当然でしょ。いらっしゃい。おすすめは。なる。かしこ。お待たせ。へえ。おいしい。これおいしい。最初ちょっとね、嫌なよ。いやもう全く。これはね。ありがとう。運転手さん。は。いやおいしかった。え？いえ。料理って僕自身シェフやってます。気持ち一つで普段の食事が。そう。僕まだこの町いる。美味しいものを楽しく食べる。はあ。期待して待っ。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。
何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うためここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどに似たタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東城会の四代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる。そうです。東城会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東城会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東城会は格が違う。
五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。あいつはどういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。あいつはその手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東城会の四代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですがあくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。
待ってください、四代目。俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。殴るぜ。
舐めてると痛い目見るぜ。
さあ、よう。本気で来いよ。
Come on.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
うん。いや。ゴンキさん、貴様ムカつくっちゃ。やるのか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。そこのあんた、止まらんか。待たんか。逃げたらいかんばい。おい、見つけたばい。待たんか。このお店ですか。いただきます。おいしい。待ってるよ。
やあ。へえ。いただきます。素晴らしい。待ってるよ。いや。このお店ですか。うん、おいしい。ごめんなさい。